こんにちは、花屋社長です。今日は寒さに強く珍しい観葉植物についてお伝えします。寒い季節でも元気に育つ特別な植物をご紹介しますので、最後までお楽しみください。観葉植物には寒さに強いものもたくさんあります。今回は特に珍しい品種を厳選してご紹介します。寒冷地でも育てやすい魅力的な観葉植物になります。1. アガベアテナータ。アガベアテナータはメキシコ原産の多肉植物で、1本の幹からロゼッタ状に葉を広げます。葉は回緑色で美しいですが、成長が早いため鉢植えでは根が広がりにくくなります。最低気温5度まで耐えられるため、寒冷地でも室内で管理することができます。水やりは乾燥気味を好むので、冬は月に一度程度、夏は適度に与えます。日当たりの良い場所で管理し、株が大きくなると鉢を大きめのものに植え替えると良いでしょう。 2. トックリランポニーテール。トックリランはメキシコの乾燥地帯原産の観葉植物で、馬の尻尾のような形をした葉が特徴です。最低気温3度まで耐えられ、乾燥気味を好むため、夏はたっぷりと水を与え、冬は水を控えめにします。日陰でも育つため、室内で管理する際は日差しの当たる場所に置きます。成長が遅い植物なので、根を詰め込まないようにしたり、株を支えるための棒を立てると良いでしょう。 3. ホヤカルノーササクララン。ホヤカルノーサは日本や中国などのアジア地域原産の観葉植物で、耐寒性があります。最低気温5から7度まで耐えられ、夏はたっぷりと水を与え、冬は乾燥気味に管理します。明るい日陰が好ましいため、室内での管理が適しています。春から秋にかけては鉢植えに肥料を追加すると花が咲きやすくなります。またサクラランは空気の清浄化にも効果があるとされています。 4. クンシラン。クンシランは南アフリカ原産の観葉植物で、豪華な花を咲かせます。最低気温5度まで耐えられ、春から秋にかけて水を与え、冬は控えめにします。日陰でも育つが、明るい日陰が好ましいです。水やりは土が乾いたら行い、水をたっぷりと与えると良いでしょう。成長が早いため、鉢植えを定期的に大きなものに植え替える必要があります。 5. フィロデンドロンバーキン。フィロデンドロンバーキンは中南米原産の観葉植物で、美しい葉の模様が特徴です。最低気温7度まで耐えられ、夏はたっぷりと水を与え、冬は乾燥気味に管理します。風通しの良い日陰が適しており、直射日光を避けると良いでしょう。成長が早いため、適度な剪定を行いながら管理すると、美しい葉の模様を楽しむことができます。寒さに強く珍しい観葉植物をご紹介しました。これらの植物を育てる際は適切な管理が必要ですが、その美しさを楽しむことができます。ぜひお部屋のインテリアに取り入れてみてください。この動画がいいねと思いましたら、チャンネル登録と高評価お願いします。またご意見や取り上げてほしいトピックがありましたら、コメント欄にコメントください。それでは次の動画でお会いしましょう。